ッグとバッグを買いました。そしてサインいただきました。のれんがどこどこ、あ、そうそう、メンボールさん、いらっしゃいませ。すごいね、あ、これだ、こんにちは、こんにちは、はじめまして。あ、なんか感極まれちゃった。美味しかった、ね、ありがとうございます。ちょっと本を拝見してて、はい、ああ、本当にお疲れ様です。はい、いただきました。皆さんお礼言ってください。ありがとうございます。わあ、ご出身もこっちなんですか。アーム出身、ここから近いんですか。何ですか。お実家の方、生まれたところ。まあ、車で15分ぐらい。あ、じゃあもう、はい、ご地元で。そうです。ご地元。もうなんかもう何喋ったらいいか分かんない。ありがとうございます。本当に。ちょっとまあ、こっちサインいただいたんですけど、本にもサインしてもらってもいいですか。はい、大丈夫です。よく言われますか、本にサインしてもらって。はい、お願いします。ありがとうございます。じゃあ、ジュノエ。ジュノ。絵は山水。山水？綺麗な絵。江戸の絵。じゃ江戸の絵で。はい。はい、ありがとうございます。あ、あのなんかサインとかも。あ、似顔絵でもいい、自画像でも。このコラボ商品は、うん、このために書き出しされたやつなんですよ。これ、この絵、これ、これとか、これは、うん、あのコラボするっていうので、はい、あの高木が描いてくれた。あ、そうなんですね、うん、そしたら、うん、お客さんが、はい、このマスクとか、うんうん、あとこの、うちは、これ、これ可愛いですね、作ってくれた、はい、あ、うん、お客様が作ってくださった。そうです、そうです。あ、そうなんですね。こちらが、はい、埼玉のお客さんなんですよ、はい、私たちもね、今日、埼玉から来たので、なんか嬉しい。で、面白いのに、面白いこと、埼玉の人が一番多いんですよ。そうなんですね、ここにいらっしゃる方が。そうです、そうなんですね、うん、はい、百瀬でいいですか。はい、ありがとうございます。もうデビュー前からってことは20年以上のお付き合いですね、先生と。僕が東京離れたのが今から25年ぐらい前なんで、はい、その前の年、うんうんですよね、さっきの写真99年でしたよね。はい、そうです、そうです。だから25年前の写真なんで。あれはホテルまかない時代の。あ、そうです。あ、そうなんですね。そうです。ですうん、変わりないですね。大丈夫ですか、僕ですか。はい、そうです。高木も変わってないけどね。いや、本当にちょっと嬉しいです。ありがとう、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。これ私なんですね。ありがとうございました。はい、ちょっとこっちのままお写真もいいですか。はい。動画なんですけど、後で切り抜きます。もうね、高木直子先生大好きだったので、過去形みたいになってるんですけど、現在進行形です。あの、いつかもっと売れっ子になったら、先生にこう自伝を書いてほしいので、そう、密かにずっと憧れてて、どんなに怖い人だったで、この浮き草デイズも知らなく、全然知らなくて、はい、それで腹ペコ万歳に、ね、うん、あの載った漫画で、あの桜田前さんをかけていくようになりましたよね。でもそうですよね、うんうん、で、あの時に、うん、あの電話で予約して来てくれて、うん、ホテル時代にお世話になったんですけど、はいはい、っていうで予約してくれて、最初、あのぶっちゃけ誰だったかなと思って、で、顔見たら、わーって、うん、東海道と思って、うん、それで、私あのイラストレーターになれたんですよ、うん、で、コミックエッセイ描いてるんです、うん、話で、で、あのここに出してるんです、うんうん、で、歯医者さんも出てるんですよ、みたいな感じで、うん、で、見たら出てるびっくりしちゃって。そうですよね、うん、あ、そうなんですね、で、でそれから海外の人たちも、うん、あと全国の日本のお客さんもいっぱい来るようになって、うんうん、すごいな、びっくり。
ありがたい話ですよね。だから二人ともなんかこうね、シェフとして、でそのイラストレーターを目指す方として出会って、でお店を持たれて、イラストレーターになって、ずっとこう関係が続いてるのが素敵だなって。ですよね。はい、うちのお袋なんかあれですよ、はい。私が言った通りでしょ、人に優しくするもんだ。言ってますけどね。あ、そうなんです。これをずっとね拝見してたので、あのパパイヤをね、差し上げたのとかもう何百回と読んでるんですけど、今この方が先生のパパイヤをあげたんだなって思ってだから本当に高木も、はい、よくそういうこと覚えてたと思って、うん、でフレンチトーストとかも、うん、ラーメンとかも、うん、であの東京のお母さんっていうフレーズで言うんですか、あれもコントロールなんですよ、言ってたんですね、うん、理解があって、でだからそのアルバイトを、はい、変なバイトしてんじゃねえだろうなとかそういうこと言ってたんですよ、うん、だからなんかそういうのでなんかお母さんみたいだみたいな感じのことを思ったとかって言ってましたけどね、うん、まかないラーメン進化されてすごいスモークだって、すごいいい香りして、すごい美味しかったんですけど、もともとのこのまかないラーメンは どれくらいどんな変化をされてるんですか。あ、どうなんだろう、今でいうなんか見た目は家系みたいな感じの、あの海苔があって、ほうれん草ついて、あの半熟の卵がついてっていう感じだったんですよ、でそれがそのとずっと作ってなかったじゃないですか、こっち帰ってきて、フレンチソースも作ってなくて、で高木が来てくれました。で、あ、ちょっとメニューで入れようかなと、でまた作り始めたんですけど、でフレンチソースもあれも進化してまして、パンを干してるんですけど、干してる、うん、干してるんですよ、はい、カリッカリッカリッ、でそれから漬け込むんですけど、はい、1日あの24時間、はい、うん、でそうするとカリカリになったパンを、うん、あの生成に、うん、あのなんていうの、卵の液がこうしみっちみ入るんですよ、で、それでやるとはなんてパンじゃないみたいな食感になるんですよね、確かに。でも今まで食べたことないフレンチトーストの食感だなと思いました、すごい美味しかったです、だからラーメンも、なんだろう、いろいろ試行錯誤して、あれ、あの今の形になるので何か高木さんと一番最初に来た年が2014年なので、今10年前で、前ですよね、だから今の2人になるまでで7年ぐらいかかってますからね、進化じゃあこれからまた進化するかもしれない、するかもしれない、だからうちのラーメンの出汁って、液体じゃないんですよ、固形なんですよ、凝縮されて固めてるってことですか。そうです、誰が作っても同じような味にするっていう意味で、あの固形にしてあの1人前何グラムっていうふうにしたんです、だからあのブルンブルンなんですよ、でそれにあとお湯入れるだけなんですよ、あ、そうなんですね、でもお魚も入っていてお肉も入っていて野菜も入っていてすごい健康的だなと思ったんですけど、お肉は何種類か入ってますか。あと出汁が鶏だったりとか、まあなんかとりあえず、まあ、牛も入ってたりするんですけど豚も入ってた、角煮は豚ですか。豚です、美味しかったです。まあ、いろいろなんか、まあ、かなり贅沢ですよね、贅沢でボリューミーです、美味しかったです、もうお腹いっぱいになりました、心も満たされました、ありがとうございますありがとうございました、また遊びに来させてください、いつでも来てください、ありがとうございます、最後拍手いいですか、はい、いいですか、ありがとうございます、あったかい、弱れた手比べてもいいですか、あー、あ、お母さん、すごい、ありがとうございました、ありがとうございました、あのせっかくなので先生にちょっとこういいですか、ビデオレターでどうぞ。高木元気か。今度おつぐやんと一緒に来てください。待ってまーす。うわー。なんか声がまたね、こう優しくより一層なって、なんかとはーはー、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。また遊びに来ます。はい、ごちそうさまでした。ありがとうございます。なんかすごいね。あー、すごかった。私ここにイソールあれじゃない、これ出てきます、本当に感無量でございます、帰ろっかもう埼玉ね、もう青森もう終了、もう満足っていうぐらい満たされました、もう本当に大感動です、ありがとうございました。
ありがとうございます。あ、やっぱり温かい。優しい。じゃあちょっといいですか。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。すみません、ごちそうさまでした。ありがとうございます。はい、改めまして。早瀬さん、そして海坊主スタッフの皆さん、本当にありがとうございました。温かくお出迎えしてくださって、美味しいお料理、そしていろんなお話をさせていただけて、本当に幸せな空間でした。最高の青森旅になりました。ありがとうございました。そして高木直子先生、20周年改めましておめでとうございます。私が小学校の頃出会った時から、本当に毎晩のように何百回も呼び返していて、私の心の支えになっている先生の作品たちです。その一つである浮草デイズに登場されるこのフレンチトーストまかないラーメンを食べれて、なんかまたさらに元気をいただきました。美味しいお料理を早瀬さん、本当にありがとうございました。そして素敵なお店に出会わせてくださって、高木直子先生ありがとうございます。これからもいろんなところを政治巡礼していきたいと思うので、早瀬さんも高木直子先生のこれからのご活躍お祈りしています。ありがとうございました。